日ウトキャス、鹿児島子育て県議会、毎日ウトキャス始まるよ。マギ島講師がもたらすもの、毎日ウトキャス。皆様こんばんは、鹿児島県議会議員のウトケイコと申します。オレさんこんばんは、ありがとうございます。本日は2月の26日、火曜日、お疲れ様です。時刻は17時33分でございます。今日のタイトルは、馬毛島浩二がもたらすものということで、森本さん今日もありがとうございます。拡散もありがとうございます。もうありがたいですね。こんばんは。今日の代表質問、今日はですね、鹿児島県議会3月議会中でございまして、柳聖子さん、会派を代表して代表質問をしてくださいました。おお、失礼いたしました。ごめんなさい。柳聖子さんが代表質問をしてくださいました。オーレさん、柳さんの質問見ました。わー、嬉しい。ネット中継ですか、すごい、ありがとうございます。今日はですね、柳聖子さん10時から2時間代表質問だったんですけれども、お疲れ様です。自民党候補は断念、立憲民主党 VS 維新の対決が濃厚に、長崎補欠選挙。そうなんだ、ありがとうございます。 S さん、さすが。松島さん、こんばんは、ありがとうございます。そうなんです、柳さんの代表質問でした。2時間うちの母が傍聴に来てくれました。馬毛島、ハッシュタグ素晴らしいです。みんなも何かとリンクさせよう、ありがとうございます。そうなんです、今、いつからか忘れちゃったんだけど、あ、そうか、あれだ、ラファの、ラファへの攻撃があるかも、あるって言って、だから2月22日かな、いや、もっと前か、もっと前ですね、いつだったっけ。ずっと何かしらの、安全保障に関するタイトルをつけようと思って、つけてるんです。ありがとうございます。気づいてくださって。ということで、今日は代表質問にもあった馬毛島浩二についてちょっとお話ししたいなというふうに思ってます。まーちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。聖子さん、2時間ですね、代表質問。昨日が自民党の、長田康彦、長田康秀さんですよね。と、一木久式の氏の、吉留敦弘さんで会ってた。で、今日は午前中が柳聖子さんで、午後は公明党の松田先生、小学校の先生だったそうなので、松田先生。明日が中日で、明後日からまた一般質問が始まります。今年はウード氏なんですね。29日までありますよ。次の衆院選で長崎は一つ議席が減るから、自民党としたら勝っても困るのでよかったのかなと勝手ながら推測。そうなんですね、なるほど。そっかそっか、区割りでね、なるほどです、ありがとうございます。あ、今日少し秋丸さんと S さんのお話をさせて、ね、しました。しました、うん、させていただきましたよ。そんな若い人なんだね、とかって言って、はい。すごい、いつもツイキャスに付き合ってくださるんですよ、って言って、ありがとうございます。はい。代表質問はみんなでこう、項目を持ち寄って作るんですけれども、私はですね、警察行政をちょっと担当いたしました。この話は結構何度かしたと思うんですけど、ちょっと警察で、不祥事がすごくこの1年多くて、で、私自身の考え方としては、不祥事というのが警察が逮捕される事案が、警察官が逮捕される事案が相次いでいたんですね。私自身は警察官が犯罪を犯すということ自体に、問題があるというよりも、
その後組織としてどう対応するのか、そしてそのそうですねという方に、自分自身の興味があります。まあその何でもそうなんですけれども、鹿児島県職員も本日不祥事のニュース、本当ですか？ファックス来てるかも、ちょっと見てなかった。あ、大里さんありがとうございます。司会元職員の件質問ありがとうございます。そうですね、あの結局その、警察官による不祥事が起こった際に警察としてどう対応をしましょうかという方をあの何ですかね、あの大事にしていただきたいというふうに常々、警察の皆さんにはお願いをしているんですけれども、今日の野川本部長のご答弁も、まあ、すごい残念な答弁だったなと思いながらですね、聖子さんがですねあの再質問をしてくださったので、こうなんというかあの救われたと言いましょうか。はい、あの去年新聞のインタビューで、本部長じゃない、どこかの、課長さん、県警の課長さんが、組織にも組織体制にも問題があるというふうに、まあ、言及なさったんですけども、その組織体制にある問題とは何かという再質問をしてくださったところ、本部長の答弁では、犯罪に手を染める前に、その止められなかったその組織内での人間関係ができていないことが問題だという、組織体制の問題という認識だっておっしゃってて、そんなその人間関係みたいな個人のその人間関係、組織のこう人とか人間関係に問題を、集結させるのは非常に卑怯だなというふうに、思う次第でございました。やはりその自分たちが不祥事を起こした時こそ、こういう経緯で、こういうことが起きてしまいましたということをですね、明るみにして、しっかりと、例えば、その質問の中でも言ったんですけれども、被害届だったりですとか、告訴状の、まあ、不受理、受理しぶりがあったと疑われるようなこと、それから、組織内、警察内で、事件をもみ消そうとしたんじゃないかと疑われるような被害者への報告漏れ、組織内での情報共有の怠りといったことがですね指摘されているんですけれども、まあそういったことには一切触れることなく、はいね、相談が手を染め、犯罪に手を染める前に、仲間の中で止められなかったことが悪かった、そういうこと聞いてんじゃないんですけどみたいな感じでですね、はい、なかなか、切り崩すのは難しい感じでございます。そう、 S さん、YouTube のことはですね、 YouTube のことまで話せたっけな。ああ、そう、なんかその、ですね、福岡県議の皆さんとの YouTube の、あの、コーディネートをしてくださってる方なんですよ、みたいな話はしました。はい。警察官、悪いことしてもお手盛りの処分しかされない気が。はあ、なるほど。でもあれですね、懲戒とかにはなってたりするんですけど、その、マスコミとしては、しっかりと記者会見しないのが、まあ、問題だみたいなことはおっしゃってるんですけれども、県職員が盗撮で本日逮捕、あらまあ、そうなんですね、あらららら、まあまあまあ、でもねこれ疑いですか、まだ何とも言えないですね。ありがとうございます。なっちゃんこんばんは、ありがとうございます。オーレさん、そうなんですよ、コミュニケーション不足でなんとかかんとかそういう話してないわみたいな。でもあの聖子さんがですね、かなり質問、再質問、再質問、いろんな項目で知ってくださって、いやかっこいいな、もうあれぐらいの切り返しができるようになりたいなってすごい
なんかもうかっこいいなって思って見てました。はい、まちゃんさん、昨日川内ひろしさんのショート動画で子供の泣き声がして、川内さんが、宇都さんの息子さんは80歳まで生きれば22世紀まで生きることになってるんですね、とおっしゃって、宇都さん、私が宇都、あ、なるほどですね、はい、うちの息子はですね、22世紀まで生きる、ドラえもん世代まで生きる息子でございますからね。はい、発表では県職員は26日、うーん、なるほど、商業施設の関係者から同種に通報、あららららあららら、ら、なるほどなるほど。オーレさん、お父様が同警察署勤務、そうですね、これはですね、医師会職員さんの話なんですけれども、まあその事件もみ消してるんじゃないのっていう疑いを持たれるようなことをしないでくださいよ。せっかく他の人は真面目にその警察としての職務を果たしてるんですから、身内をかばうみたいなことを疑われたら、それっちの方が損じゃないですかみたいな話をですね、まあ、ずっとさせていただいてるんですけれども、まあね、もしかし、うん、そうですね、はい。今日は都議会の代表質問見てました。柳さん、めっちゃかっこよかった、そのことありがとうございます。そういえば白岡静香さんも初質問終わったそうです。おー、お疲れ様です。私もですね、6日が質問通告の締め切りなので、それに向けてですね、あ、予算委員会の質問なんですけど、ね、20分しか時間ないから少ししかできないんですけど、それに向けて今日いろいろ、取材、私が取、なんかですね、あのですね、質問通告しますよね。で、質問通告を出すと、提出すると、あの議会事務局に、その次の瞬間から、電話で、その議員の、取材って言って順番取りが始まるんですけど、私、この取材の意味が分からなくて、私が取材をするのか、私が取材をされるのか、どっちの意味で使われてるのかなって思うんですけど、私的には私が取材をさせていただくみたいな感じかな。それでちょっとこういろんなことですね、予算なので、子ども食堂のことですとか、コロナに対する対策班が、今2つ課があるんですけど、それどっちもなくなって、令和6年度から、1つの課に、他の感染症も交えた1つの課に昇格するということで、組織改編があるので、その担当の方に、お伺いしたいなと思って電話をしたりですとか、はい、してました。秋丸さんが話して私のことなんかおっしゃってました。あ、主に私が、S さんと河合さんってどんな人なのっていうか、そもそも実在するのこの2人はから始まったので、実在しますみたいなその話からですね、一生懸命私の方でプレゼンをさせていただきました。なっちゃん、静香さんめっちゃ素敵やった、そうなんだ、そっか、録画出るかな、録画見たいな。47都道府県の立憲民主党の県議1人ずつ集めてリモート配信、うん、なるほど、すごい、結構でも多いよ、とはいえ、弱小党とはいえ、弱小とか言ったら怒られるわ、私。そうなんですよ、言葉の扱い方、かっこよさに直結する問題ですよね。再質問での切り返し、議会では重要ですね。そうなんですよ、答弁を聞きながら、再質問を考えなきゃいけないので、ものすごい聖徳太子よりも頭が良くないと再質問ってできないよなって思うんですけど、まあ皆さんあらかた答弁大体こんなもんが飛んでくるだろうっていうのは予想してて、あらかたの再質問を考えて臨まれてますけれども、再裁まで行くとかっこいいなって思いますね。で、聖子さんはですね、皆さんご存知だと思う、あの子なんですか、すっごくいつもこう、あ、もういいんだよいいんだよみたいな感じ、本当なんかこうおおらか、おおらかという言葉がぴったりの方なんですけど、やっぱりそこはですね、百戦錬磨でもあり、そしてこう、お一人でシングルマザーとして、お子さんを二人育ててこられて、非正規で、で、アメリカで子育てをされてて、こう、なん
すごくこうご苦労されて、いろんな荒波を越えて、いらっしゃったんだろうなっていうことが、そのおおらかさの中で分かるのが、その、こう、なんですかね、再質問とかですね、あとですね、議会中も結構、ね、ヤジがね、かっこいいんですよ。それでね、そういう時に、おー、聖子さんってやっぱすごい芯が厚いんだろうなって思って、惚れ惚れする時なんですけど、今回も再祭まで行ったので、おー、かっこいいって思いながら見てました。すごいんですよ、なんかね、ああいう風に見えて、中でのその闘志が燃えてる感じが、もうかっこいいんです。すいません。S さん、そういえば上野さん、編集が面倒になって最近ライブ配信に切り替えてますよね、とのこと。あ、編集が面倒になったからライブ配信なのかな、わかんないけど、あれですよね、なんだっけ、中村さんとか野瀬さんとかね、されてらっしゃいますよね。都議会的に言うと、質問答弁調整みたいなやつ。あ、そんな感じだと思います。なんかもう皆さんがずら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 って並んで怖いんですよ。静香さんって平岡さん？はてな、鹿児島だと？どういうイメージ？本のイメージかな。コロナに対する行政の姿勢、次年度いい話を聞かないような、おっしゃる通りというかですね、もう結局、今までのコロナ対策班は全部なくなってしまって、鹿児島においても、その、感染症係っていう一つの係が、健康増進課っていうところにくっついてる一つの係が、今のコロナのに、コロナ対応の2つの課と3つくっついて1つの課に昇格するみたいな感じなので、消滅するわけではないんですけど、やはりもうどうしても規模縮小はもう免れないということ で電話相談がいくつかあるんですよ。受診相談、どこのクリニック受けたらいいですかねっていう受診相談と、自宅療養の時に急変した時に相談する電話窓口と、あとその土日の、対応相談の窓口と、ワクチン副反応の窓口と、それから、もう一つあるな。あともう一つなんだっけ。もう一つなんだっけ。ごめんなさい。ちょっとざっくり。あと保健所の相談窓口、そもそもあるのもあって、5個かな。電話の対応窓口が。あるんですが、これももう一気に全部この3月をもってなくなって、全て保健所に移行するので、まあ、そのあたりの予算とかどうするのかなとか、人員確保はどうするのかなみたいなことをですね、ちょっと伺いたいなというふうに思っております。柳さんはですね、5期目かな、ん、待って、うん、6期目かな、6期目かもしれない。そうなんです、なっちゃん。やじかっこいいというかですね。質問じゃ、答弁になってないぞーとか時々柳さんおっしゃるんですよ。ですです。国会見てるとき一人でやじって、あ、S さんがね、やじって。やじは大事だというふうにですね。はい。あ、でも、やじはやじでなんかこう、行儀が悪いから嫌だっておっしゃる方もいらっしゃいますけれども、どうなんですかね。私はヤジかっこいいなと思って聞いて、どうなんでしょうかね。質問者をやじる人もいらっしゃるし、答弁者をやじる人もいらっしゃるし、かな。そういえば PCR 検査の PCR Now は陽性判定だとそのまま希望によりオンライン診療と大和運輸で薬を送ってくれたり、今時ってそんな、なんか、すごいことになってるんですね。すごいですね。へえ、オンライン診療にいきなりつながれてるってすごいですね。宿泊療養施設の確保、自宅療養者への食料配達もごたついてました、コロナ禍。ああ、そうですね。そうですね。自宅療養者への食料配達の食料のがですね、8000食余って、その8000食を8000人分の食料、正確に言うと8000箱
を、処理するのに鹿児島県もですね、ちょっと去年の5月8日の5類以降後ですね、その処理をするのにちょっとこう大変だったことが実はあります。鹿児島県ホームページ、コロナ関連ページ良かったからもったいないなあ。森本さん、鹿児島県のホームページまで見てくださってたんですか。すごい、ありがとうございます。そうですね、鹿児島県はですね、実は羽田空港、成田空港でのですね、木下さんの PCR 検査の県民へは無料検査とかをですね、かなりいち早く、多分全国でも一番早かったんじゃないかなって思ってるんですけど、取り入れたりとかですね、実は塩田知事は、私はコロナ対応については結構評価をしているというか、PCR 検査をしっかりですね、PCR 検査は無料だったんですよ、やっぱり。そう、鹿児島県民は無料だったので、そういった意味で言うと、私はそこはすごいいいな、良かったなと思っているんですけれども、はい。ヤジは答弁者をやじるものだと思います。怒り、うん、そうですね、なんちゃん、私もそう思います。またおっしゃってる。宇都さんも6期目の頃は、息子くんも24歳、7期目で30歳。うちの息子が政治家になるって言い出したらどうしよう。お母さんの後を継ぎたいんだってもし本人が言ってくれだしたら嬉しいかな、嬉しいかもな。なんか自分がしてきたことを認めてくれ、それも私が6期目とか2期目とかやってるかもわかんないんですけど。米山さんのババさんってやじゃん。ああ。なるほど、なるほど。私もそのツイッター見ました。ちょっと息子がなんか咳してるかも。まだ寝ながら咳かもしれないけど。そっかそっか。検査数と感染者数。そうですね。鹿児島が、感染者が多い理由に、不必要な分まで検査してるからだっていう分析があって、不必要な検査ってなんだって思ってましたけどね。はい、そんな感じです。ということで、ちょっと息子の調子があれなので、今日の「マグシマ工事がもたらすもの」というタイトルについてお話ししてちょっと終わらせていただこうかと思うんですけれども、マグシマですね、今マグシマ工事、まあほぼ無人の、無人ね、人はもともと住んでないからね、島にですね、インフラが何もない島に、5年間で、基地を作ろうということで、1兆円の、すでに1兆円、この2年間で予算が投入されて、工事を今、4000人かな、最高で6000になるんだったと思うんですけども、導入されてということで、まあもう正直は 無謀な計画の工事を今しています。で、超多額の予算が投入されているので、まず種子島の近くにあるんですよ。で、種子島までは船、連絡船で行くんですけれども、まずこの連絡船がですね、1日今手当が10万円出るんだそうです。で、その連絡船、その漁船を改造した連絡船だったりするので、漁に出るよりも連絡船として働いた方が圧倒ない。わ、なんかめっちゃ泣いてる。ごめんなさい。もうダメだ。もうすごい怒ってる。ちょっとごめんなさい。もう、マグシマの話、また今度ということで。あ、また運動稽古でした。皆様ありがとうございました。それでは、今日は息子の大泣きでにて失礼いたします。毎日運動キャス。ももんぐさんありがとうございます。また明日。あと3分今日だ。